フリーアドップはリモートデスクトッププロトコルのフリーかつオープンソースなソフトウェアである。RDP を利用したリモートデスクトップクライアントとサーバー機能などを提供する。アパッチライセンスでライセンスされ、ユニックス系、MacOS、Microsoft Windows、Android、iOS で動作する。フリーアドップは2009年にデスクタップからフォークし、コードのモジュール化をし、 様々な問題を修正し、新しい機能を実装した。0.9までは、デスコタップフォークコードを利用していたため、GPL だったが、1.0からは1から書き直され、アパッチライセンスとなった。1.0に現在、RDP8.0 の大部分を実装していて、以下の機能を実装している。リモートデスクトップサービスの動作しているマイクロソフト、 Windows に接続するのに使われる。対象となる Windows は Windows NT 4.0以降である。Android 版のクライアントはアフリーアドップとして Google Play に登録されていて、iOS 版のクライアントはイフリーアドップとして App Store に登録されている。Linux ベースの新クライアントでも使われている。フリーアドップを利用した Unix 系のフロントエンドとしては、 レンミナなどが存在する。クライアントだけでなく、リモートデスクトップサーバーも開発している。アナウンシングフリーアードップ1.0、モロー、マーク・アンドレ。フリーアードップ1.0リリースド。2012年1月16日閲覧。RDP リモートデスクトップはフリーアードップ。Google プレイの Android アプリハット iTunes の、App Store で配信中の iPhone、iPod Touch。 iPad 用 RDP リモートデスクトップイフリーアードップハットハイレンミナ A マルティプロートコールリモートデスクトップクライアントありがとうございます